こんにちは。ありがとうございます。ライブみたいなことしてみましたけれども、本日マスカットパーティーの MC を務めます、エンジェルスのアキラです。よろしくお願いします。そして紹介するのは我らがラッテイーグルスのマスコットクラッチ君。クラッチーナちゃん、かくれんぼしてるようだけどバレバレです。スイーツ君です。センキュー。そしてそしてさらにですね、皆さんお気づきかもしれませんが、タッツー。イエーイ、タッツー。タッツーです。どうもよろしくお願いします。今日も元気いっぱいマスコットステージ盛り上げていきましょう。そう、この帽子、さっきね、私たちの出番前にラミガールズのお二人がエンジェルスにプレゼントしてくれたの。5つあるんだけど、あげられないあげられない。エンジェルスの宝物にしたいと思います。あ、交換する？サイズ入んないけど他の小作しか届けないよ。はい、ということで今日はですね、このいただいた、プレゼントしていただいた帽子をかぶってマスコットステージ行っていきます。そして今日はですね、そんな台湾プロ野球チームのナミゴーモンキーズからユエンチーシャンツ君とサンチーさんが遊びに来てくれています。どうぞー。フラッチの落ち込みすぎでしょ。さあ皆さん拍手をお迎えください。よろしくお願いします。ユエンチーシャオズ君の情報を一つお預かりしています。ユエンチーシャオズ君は漢字で書くと猿、木、小さい、子供と書くんですけれども、猿木と元気が同じ読み方なので、台湾の方には元気君と呼ばれているそうなんです。元気。親しみを込めて元気くんと呼んでいきたいと思います。皆さんもぜひお見かけしたら元気くんって声をかけてあげてください。元気。さて早速ですけれども、サンジーさん、日本はいかがですか？在日本呢，我们住在那个车站的旁边，所以附近非常多的食物可以吃。我们去吃牛舌。日本来て早速ですね、ホテルの近くに、はい、牛タン屋さんあったので満喫しちゃいました。味はいかがでしたか？おいしい。おいしい。いただきました。台湾もおいしいものたくさんで有名でもありますけれども、ぜひ宮城おいしいものたくさんですので楽しんでいってください。でもあれですか、はい、なんで台湾のサンジーさんと元気くんがなんで楽天生命パークに来たのかなってちょっと分かんないですけど。確かに皆さんに説明しなきゃいけないですね。実は元気くん、サンジーさんが仙台に来てくれたのは今年の5月に、ようこそ桃園という日本をフューチャーしたイベントに楽天イーグルスがお声掛けいただき、実はクラッチくんが台湾プロ野球チームのナミゴモンキーズの応援に行ってきたことからなんです。皆さんご存知でしたか？うん、微妙な反応うん、微妙な反応だよね。ちゃんと行ってきたんですよ。暑かったっていう感想をいただきました。応援もすごかったそうです。その様子が届いております。皆さんテレビビジョンにご注目ください。じゃん、こちらが集合写真ですね。ね、国際交流素敵ですね。それからもう一枚あるのかな。じゃん、花火とともに映っております。ファイターズガールさんもいますね。クラッチ君もうすっかり仲良くなっちゃって馴染んでるじゃん。クラッチ君すごい、ね、お友達たくさん作ってきて、ラッテイーグルスからしたら日本に帰ってきてくれてよかったよね。クラッチ君もありがとう、よかった。さあということで、今回は台湾プロ野球チームラミゴーモンキーズの元気くん、サンジーさんが楽天生命パーク宮城を盛り上げに駆けつけてくれたと
というわけなんですね。ありがとうございます。本日試合中はスマイルグリコパークの外野芝生自由エリアで宮城県在住の外国系留学生の皆さんと一緒に球場を盛り上げてくれます。このような国際交流はなかなかありませんので、サンジーさんと元気くんに今日は特別に質問コーナーをご用意しました。早速参りましょう。ラミゴさんに聞きたい質問コーナ ー, 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 ー。まず一つ目の質問です。ズバリ、ラミゴモンキーズはどんなチームですか？我们拉米戈台湾队呢是一个打者非常厉害的球队。まずラミゴで一番いいのはバッティングです。そこが魅力です。バッティング。もうバッティングがいいです。イーグルスも負けないように頑張りたいですね。Yes. OK、大丈夫です。はい、応援よろしくお願いします。大丈夫です。大丈夫です。我们的原封加油也是相当的特别哦。またラミゴの応援スタイルもすごい有名で楽しいです。そうですよね、私も存じ上げていました。ものすごい盛り上がり、お客さんの盛り上がりもすごいですもんね。没错，整合着我们这个音乐跟舞蹈一起带给大家欢乐。ファンの皆さんと、あと応援団、チアリーダーのみんなが一緒になって立ち上がって歌ったり踊ったりして、すごい楽しい時間を過ごせます。そうなんですね、イーグルスも負けないように今日盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。さあ、そしてサッチーさんはラミゴモンキーズでどういうことをしているんでしょうか？我们在主场呢，我是拉米戈的 DJ， 那也会在我们的客场当做啦啦队队长，带着大家一起来应援的哦。ホームですと、応援歌とか流したり DJ の仕事をやってまして、ビジターに行くとカッツーさんのように、リードをやったり応援を仕切ってます。おお、なるほど。 DJ もやって。そうですね、オールマイティな部分がありますよね。もう素晴らしいところなんですね。学ぶところもたくさんあるかと思います。エンジョイエンジョイエンジョイ、仕事楽しんでます。それが一番ですよね。今度皆さんで台湾ぜひ見に行ってみてください。さあ、そして元気くんについてなんですけれども、ズバリ元気くんはどんなマスコットなんでしょうか？話せるの？他是一个，他说他是一个，他是比较可爱的，个性比较可爱。すごい可愛らしい性格をしてます。可愛らしい。そうなんだ。男の子なのかな？女の子なのかな？他是个男生， is a boy。男の子。男なんだ。男の子だけども可愛らしさも持ち合わせている。要表演的好才有相交的毅力。で、ちゃんといいパフォーマンスしないとお給料のバナナもらえないんです。バナナバナナで生活してるんですか？イエス。そうなんですね。バナナ頼みの暮らしです。よかった、鳥じゃなくてよかったですね。そうですね。さあ、最後サンジーさんから同じ応援をリードする立場として何か質問はありますか？サンジーさんに。はい。僕サンジーさんのやっぱ髪型が一番気になるんですけど、そう、髪型のこだわりとかあったら教えてほしいんですけど。髪型のこだわり。はい。哦，这让要让大家看得到我，对不对？皆さんもこの髪型見たらもう一生忘れられないと思うぐらいインパクトできるから。確かに、もう一度見たら忘れられない。確かに。確かにクラッチ君と似てるかもしれない。間違えた、スイッチ君だ。ごめんごめん、だってみんなトサカあるんだもん。みんなトサカあるから。あと真面目な話では、はい、やっぱ応援をリードするときにどんな風にこう台湾の人をリードするって考えて、どんな風にこう組み立てたりとかしてるんですか？哦，这样我们球迷朋友在看的是比赛的内容，那我是刚好跟他们相反的方，我看的是球迷的动作，有没有跟着我们的音乐一起来帮选手，大家一起享受这个氛围来应援这样子。ファンの皆さんは試合すごい注目されてると思うんですけれども。サンジーさんは、ファンの皆さんのことを注目して応援楽しんでもらってるかとか乗ってるかとか、そういうところに気を使って一緒に盛り上げられるようにいつも取り組んでます。状況に応じてということですね。元気くん。メイソン。その通り。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで皆さん、ラミゴモンキーズについては少し知っていただけましたでしょうか？ありがとうございます。さて、ここからは
んともっともっと仲良くなるためにゲームで盛り上がっていきたいと思います。このゲームにはもちろんサンジーさんとおまけでタッツーさんにも、はい、じゃあよろしくお願いします。参加していただきます。その名も玉入れゲーム。皆さんもちろんご存知ですよね、玉入れ。さあ、ルールを簡単に説明したいと思います。ステージ上にある自分のチームのカゴにたくさんボールを入れられたチームの勝利となります。制限時間は30秒、2回戦行います。さて、チーム分けなんですけれども、交流を深めるということで元気くんとサンジーさんに各チームの代表になっていただき、イーグルスの4人には2手に分かれて対戦していただきます。さあ、ということでですね、元気くんチームとサンジーさんチームに分かれてください。ゲームは下で行いますから、皆さんは下で準備をお願いします。スムーズに決まったようですね。なお、お客様にお願いです。玉入れ、飛んでくるボールは柔らかいボールではありますけれども、ボールが飛んでくる場合がございます。皆さんのファールボールには十分ご注意ください。また飛んできた場合はボールを投げ返していただくようにお願いします。みんな準備は大丈夫ですか？ OK です。はい、 OK です。それでは1回戦目参りましょう。スタート。それぞれちょっと野球チームだよ、野球チームよ。みんな意外と命中しない。頑張れ頑張れ。ちなみに赤いボールが33チーム、青いボールが元気くんチームです。ちょっと様子を見てみましょうか。元気、あと10秒。いや、たまげるまで伝えしてくれる？よし。サンジーさんチームは、せーの、1、2、3、4、5、6、6個でした。素晴らしい。みんな真面目に戦ったね。さあ、何かいたずらしてたかな？大丈夫？次、元気くんチームいくよ。青のボールです。せーの、1、5、2、3、それそれ、4、5、6、7、8、9個ということで、元気くんチームの勝利です。さあ、今日はですね、2回戦行いますので、もう一度ゲームの準備をしていきましょう。もう元気くんチームが勝ったら景品ゲットということです。サンジーさんチーム頑張ってね。さあ、それでは2回戦もいくよ。皆さん、ボール飛んでこなかったですか？大丈夫ですか？はい、それでは2回戦始めます。レディーゴー。昨日はものすごい数をズルで入れたと聞きましたけれども、今日はどんな感じかな。お、元気くんはピッチャースタイルで入れてますね。かっこいい。サティさんはもう本気の玉入れを行ってます。残り5秒5、4、3、2、1、終了です。さあ、皆さん見てる限りどちらが多かったでしょうか？赤、左、右、左。さあ、答え合わせいってみましょう。ではまずは
さっきと反対から行こう、ね、元気くんチームから行こうかな。いいのね、いいのね、いいのね。それではサンジさんチームから行くよ。せーの、1、2、3、2、はい、スタート。皆さん一緒に4、5、16、17、18、18、18個でした。すごい、なんか見えてました皆さん、見えてました。何もケンジが入れてた、何もねえな。スイッチが言った。じゃあ数数えていくよ。今合計がですね、サンジさんチームが24個です。すごいよ。それ以上いけるかな、いけるかな。いくよ、せーの、ちょっとやつ当たりやめて。さあということで合計どうなったのかな。 お姉さん計算頑張ってるよ。お姉さん今計算頑張ってるよ。26ということで、今あるボールでは元気くんチームの勝ちでした。皆さん認められます？認めてくれる？ごめんごめん。もうラジが開かないので引き分け、ドローです、ドロー。さあということですね、ゲームドローで終わりました。必ずいつも、あ、大丈夫、雨降ってるから気をつけてね。スイッチくんがズルをするんですよね。さあということでドロー、楽天イーグルスからラミゴモンキーズの二人にプレゼントがございます。さあ何が入っているんでしょうか。みんな準備してね。どこから出てくるのかな。 あったあった、よかった。クラッチくん、クラッチーナちゃんのぬいぐるみです。残念スイッチくん、アピール足りなかったみたい。あ、持ってくれてお客さんいる、ありがとうございます。さあ、お二人いかがですか。楽しかったですか。イエーイ。さあ最後に一緒に盛り上げてくれた二人と一緒に記念撮影をしてお別れしたいと思います。それでは前の方でテイクアウトです。ちょっとタッツーさんも一緒にどうぞ。はい、まずは皆さんから見て左側からいきましょう。はい、皆さんシャッターチャンスです。5、4、3、2、1、はい、終了です。続いて反対側、みんなから見て右側の皆さん、どうぞ。5、4、3、2、1、はい、そして最後に真ん中の皆さん、お待たせしました、5秒間写真撮影いきます。5、4、3、2、1、はい、終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん最後までマスコットステージご覧いただきありがとうございます。そして3日間楽天応援してくれている台湾プロ野球チームラミゴモンキーズの元気くん、サンディさんに大きな拍手。